皆さん、こんにちは。今日は山田隆夫さんのことについて紹介します。まずは山田隆夫さんの経歴とプロフィールから紹介します。山田隆夫は日本テレビ、笑点の座布団運び役として知られるほか、五代目霊霊社馬風門下の落語家、鈴踊り寺社鈴丸や男性音楽グループズートルビの元メンバーとしても知られています。10歳の時にフジテレビのちびっこのど自慢に出場し、審査員の目に留まり NHK の歌番組に出演。それを目にした脚本家の勧めで劇団ひまわり所属となり、1970年に日本テレビ笑点内コーナーちびっこ大喜利のレギュラーに、座布団10枚を獲得した記念商品としてレコードデビューが決定しました。1973年に男性バンドアイドルグループズートルビを結成し、みかん色の恋、恋が危ない、初恋の絵日記などのヒット曲を放ち、 NHK 紅白歌合戦にも出場しました。笑点の座布団運び役となったのは1984年10月7日のことで、前任者の松崎誠の後任として6代目座布団運び役に就任。以降現在に至るまで40年近くを座布団運び役に徹してきた笑点に欠かせない存在です。ここではそんな山田隆夫の現在をまとめました。身長や年齢をはじめ座布団御殿と呼ばれる豪華な自宅、現在の仕事介護の資格を取得した現在をお届けします。山田隆夫は1956年8月23日生まれで、現在の年齢は66歳です。以前は年齢を隠すようにしていましたが、これは笑点の桂歌丸から山田くんなんだから年齢は言っちゃダメと言われていたことが理由です。ただ10歳でちびっこのど自慢に出場し、1973年にはズートルビとして歌手デビューするなど、経歴は明確で、あくまでも記号座布団運びの山田くん記号として現在の年齢を言わないように心がけていだけで、年齢を非公開にしていたわけではありませんでした。笑点の歴代座布団運び役はこれまで立派な体格の持ち主が多かったものの、五代目三遊亭円楽と番組プロデューサーの間で、重い座布団をこちゃいのが運んだら面白いのではとのアイデアが生まれ、身長150センチメートル台の山田隆夫に白羽の矢が立ちました。山田隆夫は1984年に笑点の座布団運び役に就任して以降、2022年現在まで40年近く座布団運びの仕事を続けています。1998年には一度座布団運びの仕事を若手大喜利メンバーに任せることとなり休業しましたが、笑点ファンの視聴者からなぜ山田くんじゃないんだと抗議や苦情が殺到し、1ヶ月で復帰しています。また2020年には新型コロナウイルスの影響で番組がリモート形式になり、座布団運びの仕事が不要になったことで休業に入りましたが、番組に顔を見せない山田隆夫を心配した視聴者から多くの声が寄せられたことで、電話音声や VTR で出演するようになりました。現在はスタジオ収録にも復帰し、座布団運びの仕事に励んでいますが、これらのエピソードからいかに山田隆夫が視聴者に愛されているかが伝わりますね。座布団運び役としておなじみの山田隆夫ですが、それとは別に不動産投資家としての顔も持っています。17歳の時に不動産投資を始め、現在は自宅物件も含めると総額数億円の不動産を所有しています。2010年に江東区江戸川区に重量鉄骨のマンションに棟を建て、家賃収入だけで月に100万円ほど稼いでいるといいます。座布団運びの仕事以外にも記号大家さん記号の顔も持つ山田隆夫は、さらに2022年に介護の資格も取得しました。介護の資格を取って何の仕事をするのかについては口述で詳しく紹介します。不動産投資家の顔を持つ山田隆夫の自宅は横浜市にある4階建ての豪華な一軒家です。以前は江戸川区に住み、江戸川のスターと紹介されることが多かった山田隆夫ですが、東京都の区画整備で高圧鉄塔が設置されることに伴い、
江戸川区の自宅を立ち退いて横浜市に現在の自宅を建てました。横浜市の自宅は3億円ほどの豪邸で、4階建てのエレベーター付きであり、外観はヨーロッパの建物を感じさせる色合いをしています。山田隆夫自身が自宅を座布団御殿と呼んでおり、これまで真摯に仕事を続けた結果、御殿と呼べる自宅を手に入れました。2022年5月、山田隆夫が介護の資格を取得したことが判明しました。山田隆夫は株式会社つくばへユースに通って座学や実技を猛勉強し、介護職員初任者研修の資格を取得したことを発表しました。介護職員初任者研修とは介護の基礎知識や理念を身につけ、これから介護職を始める人のための資格です。そのため今後は介護職として働くのかと話題になる介護施設から週3で働きませんかとスカウトも来たと言いますが、山田隆夫が資格を取得したのはヘルパーとして働くためではありません。山田隆夫は将来的に高齢者のグループホームを作ろうと考えており、そのために介護の基礎を学びました。介護施設を作ろうと思った理由については、自身の両親が癌や認知症を患って介護施設に入ったものの、母親が施設暮らしに馴染めず退去してしまい高額の入居費が無駄になったことで、帰りたいと思わないような、高齢者がここが自分の家だ、極楽だと思えるような楽しい施設を作ろう、と思うようになったと明かしています。適切な介護、美味しい食事に加え、エンタメを提供したり映画を作ったりと、笑顔のある施設を作ることを目標に掲げており、近い将来の施設開設に期待が集まっています。山田は2000年から横浜市に建てた4階建ての家に住んでいるが、2011年に、東京江戸川区水江と江東区住吉に所有していた土地にそれぞれ3階建てのマンションを建て、貸している水江は、ズートルビで売れっ子だった17歳の時に、買った建て売り住宅の土地に高年次続きの土地を買い足して建てたもの、住吉は、もともと実家のあった土地を兄姉から買い取ったものだ、ローンは組みましたけど、ちゃんと家賃で返せています。これで人生の一つの区切りができたと思いましたよ。昔はおしゃれなんかせず、趣味の卓球のユニフォームや安い服ばかり着ていましたけれど、今はポール・スミスです。山田がこれまでに買った土地は、いずれも当初は交通の便がいいとは言えなかった。ところが後年水江には都営新宿線水江駅が、住吉には半蔵門線住吉駅が、現在の横浜の自宅、近くにも横浜市営地下鉄グリーンラインの北山田駅と東山田駅が、それぞれ新たに開業した、なんという運の良さだろう。ちなみに、山田はこれまで、ゴルフでホールインワンを5回も出している。今、すべてがいい方向に進んでいるので、人の悪口を言って運を失わないようにしています。家から歩いて数分のところに、縁起が15世紀に遡る山田神社という神社がある。そこにお参りし、祀られている宮中すべての神様の名前を称え、感謝する。それが、今の家に越して以来、ずっと続けている朝の日課だ。もうすぐ還暦ですけど、笑点50周年でこうして注目していただいて、自分も生き生きできています。いつになったら引退とか考えず、座布団を運びながら死ねたら本望ですよ。そう言って山田は顔をくしゃくしゃにして笑った。山田隆夫さんの実家の近くには貯木場が多く、実家は木工場を経営していました。ある時、父親が詐欺に遭ってしまい全財産を奪われ、家族の暮らしは追い込まれることに。そんな中、山田隆夫さんは10歳の時に、ちびっこのど自慢に客席から飛び入り参加、見事、金メダルを勝ち取りました。この後劇団から声をかけられ、子役として俳優活動を開始。山口百恵さんや里ひろみさんなど、ビッグアーティストと共演を重ねます。14歳になると、商店内のコーナー、ちびっこ大喜利にレギュラー出演。4年後にこの大喜利で競い合ったメンバーでアイドルグループ、ズートルビを結成しました。当時は、お笑いもできるアイドルとして大ブレイク。しかし、21歳の時になるとメンバーとの方向性の違いから脱退を決意します。脱退後は、ズートルビとして出演していた番組を
降板することになり仕事が激減。当時は所有していたマンションの家賃収入のみで生活することになりました。そして28歳の時に商店の座布団運び係に抜擢。かつての栄光を捨てほくろまとな役割を務めます。山田隆夫さんが座布団をごっそり持っていけば笑いが起きるという重要な役どころ、今では商店にとって欠かせない存在になりました。収入源としても重要な仕事になり、山田隆夫といえば座布団と印象付けています。そんな山田隆夫さんが建てた3億円の自宅は座布団御殿とも呼ばれています。亡くなる直前、誰が来ても話すことができない状態だったようですが、山田隆夫さんが病室を訪れるとパッと目を開き、山田くん、ありがとう、と言ってくれたそうです。徹子の部屋では当時の出来事を思い出し、山田隆夫さんは涙を流しながら話しました。立派な自宅を構えるまでに成長した山田隆夫さん、桂歌丸さんの心の支えは大きかったようです。今や、商店は日本の文化。今後も山田隆夫さんの活躍を応援したいですね。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。